こんにちは。万葉集の和歌は、台詞と呼ばれる説明書きと本文、そして左中という3つのユニットから成り立っています。今回の令和という言語は、この台詞から取られています。和歌の本文はもちろん日本語で書かれていますが、台詞は中国語で書かれています。もうちょっと詳しく言うたら、唐の時代の言葉ですので、現代の中国語とはちょっと違います。

的这样个老呢，可应该。这一个只有解妙。台湾何年哪一年，两个兄弟，很鬼很玩。阿这开天造地，这个世变相。我讲你这这里，开起门好正来。当年最平，去年最糟。你可会缓缓海调整？司机拉我来这边，可见不好意。 こんな感じの古代中国語ですほんでそれをどないかして日本語で読もうやっていうことで発明されたのがこの一二点とかレ点とか上中下点ですこの台詞の左に「梅の花」を読んだ和歌がずらーっと32種続きますうわ漢字ばっかりで難しそうって思われるかもしれませんがこれ実は今で言うところのヤンキー文字みたいなものでして 中身は全部日本語ですので安心してください。こういう漢字の使い方を万葉仮名と言います。古墳時代の有楽天皇陛下も使うてあった現存する我が国最古の固有表記法です。万葉仮名には一種の発音記号のような機能もあって、例えばこの能は現代語のように能と発音しますが、こっちの能は舌を若干前に出して、ね、 のように発音されていたと考えられています。では実際に奈良時代の日本語で読んでみましょう。全部は多いので、新しい時代の仏業にぴったりのこの和歌を読んでみます。あ、ちなみにアクセントはですね、奈良時代のものは残念ながら残っていません。その代わり平安時代の京都のアクセントが文献に残っているので、それに従うことにします。やられるように、 テスパキブテメ海ぬぱなたゆるけてなく咲渡る安い。さあ、いかがやったでしょうか？万葉集に興味を持っていただけたら、ぜひとも原文にチャレンジしてみてください。万葉仮名にも優しいのと難しいのがありまして、中には専門家ですら読めへんような難しいのもありますが、万葉集20巻あるうちのこの5巻は非常にシンプルでとっつきやすいのでおすすめです。 それから、この14巻は関東の言葉で書かれているので、関東の方はここから入ったら親しみやすいかもしれません。それではご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。